ワクワクさせる予定だったさん。緊急降板。何かの病気なんじゃないの？見てもらえよ。わ、ワクイスペすぎやろ引退か。ドームで熱中症か。立浪に嫌気がさしたか。屋内でこれじゃ全く当てにできん。ピッチャーいないぞ。どうすんだ。涼しいドームでどうした。高屋がヘラヘラしとる。体調管理どうなってんだよ。マウンド行ったのは時間稼ぎか。これだとドーム球場の意味ないやん。あのさ、昨日ヒロと頑張った意味なんもなくね。今年困難多すぎやろ。中継ぎ死ぬぞ。値を上げとけよ。まったくもうじいやし引退かな。先発がまともに投げれねえのはきついわ。こういう時の値をなのにな。手当とアナウンスあったけどあかんぞ。2戦連続でこれはきつい。名古屋の夏はチンチンなぎゃ。熱中症にもにゃるわ。中地パターンか橋本いないし今回は無理だぞ。岡林をピッチャー転向させたらいいんや。もうピッチャー借り捨てでいいよ。なんか今年はアクシデントが多いな。中地のやつもそうだし。なんで初回完璧だったのに下ろすんだよ。怪我でもないと下ろさないだろ普通。ご視聴ありがとうございました。